こちらですね、7月5日から毎週水曜日22時より温泉 YouTube チャンネルにて生配信でお届けします。はい、っていう番組となっております。はい、こちらなんですけれどもね、毎回テーマを、テーマに沿ったメールを募集させていただくんですが、はい、早速ここで第1回のテーマを発表させていただきたいと思います。なるほど。ではこちらのテーマは、下野さんお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ね、自分の番組だけどいろいろ私に任せきりな部分がありますね。やっぱじゃせっかくなんで。そうですか、はい、せっかくなのね。せっかくなので、はい、わかりました。それでは発表しますよ。はい、温泉ショータイム記念すべき第1回のテーマはおっぱいです。おっぱい、ごめん、おっぱいってどういうこと？なんでおっぱい？そのまんまですね。え、普通におっぱいのこと？はい、おっぱい、私にもみんなにもついているおっぱいですか？やっぱり一番でもおっぱいといえば、下野さん。そうなんですって。ちゃんと意味があってね。そう、下野さんといえばおっぱいということで、温泉キングにあやかってこのテーマになったそうでございます。はい。はい、ね。あやかっていいのかな、それな。わかんないけど。アニラジアニメ、ゲームからおっぱいに関する思い出やエピソード、名言を募集します。例えば、好きなアニラジでおっぱいに関する名言があるとか、好きなアニメで貧乳はステータスと言っていたのが衝撃だったとか、オンラインゲームでキャラを選ぶときは巨乳キャラを選びがちなど、リスナーの皆さんからおっぱいに関するメールをお待ちしております。はい、はい、ちょっといろんな角度からのおっぱいに関する、いろんな角度からのおっぱいってどういうことだよ。いろんな視点での視点でね、皆さんのなるほど、ね、おっぱいを見る角度じゃなくてね。あ、見る角度ではないですね。あ、そういうことじゃないですね。気持ち的な はい、あれですね。とりあえずおっぱいメールいっぱい待ってます。持ってますなんだよ。待ってます。別に下ネタラジオとかじゃないです。これはそういうことですね。はい、そうではないですね。はい、はい、ということでお待ちしております。そして第1回、特集作品でございますけれども、テレビアニメあやかしトライアングル、ゲストは富田美優さんでございます。はい、美優なんだろうね、この文字面だけ見るとちょっと大丈夫かなって心配になってくるけどね。いや、本当です ね、我々もめちゃくちゃ心配している。そうね。なんか今日は私たちすごい若干下ネタばっかり。いや、そうだね。あんたもなんかさっきさ、おっぱいおっぱい、いや、言ったけど私びっくりしちゃって。言ったけどね。みんな的にこれってありなの？本当にっびっくりしなかった？びっくりしないのか。私結構さゆみのそういうさ、直接的なそういうネタ、いやだから書いてあったんですよ、おっぱいって。なんか恥ずかしい。なんか見てられない。黒とじ見てる気分今。なんかチブって言ってた人がよく言うわ。チブはいいじゃん。いやだって人が恥ずべき部分なんてそれぞれですから。そうだけどちょっと響きがなんかさ、ちょっと恥ずかしいじゃん。もうやめよう。やめよう。そうそう、こういうなんかじゃないから。ほら、池にそうだよ、みんなを引き寄せなきゃいけないから、顧客をね。